今ゲートオープンしていくクルーザーガン16アンダークラス6名のライダー一気に1コーナーと流れ込んで、しかし難易度はここから見てもバーのピットは速くなっている。泥が浮きやすい状態になっているかもしれません。アスファルトバーも妥当へ、いえ安心できない今日のレースコースコンディション、その中をしっかりとした判断を入れながらライダー最終コーナー、はい、先頭を入ってきているライダーリューセクション、綺麗なピッチアンドプレー。ゼッケンナンバーダブル沢田真奈が今一番手にゴールライン通過していけ、トヨンスピード入っていくのは荒木さんでしょうか。そして最終ゼッケンナンバー関口真希まで連れてるライダーが